アレクサンドル・セルゲイビッチ・モロゼビッチは、ロシアのチェスプレイヤーである。モロゼビッチは1994年に、ファイドより、グランドマスターの称号を授与された。モロゼビッチは、世界選手権挑戦者決定戦へ2回出場した。また、2度のロシアチャンピオンを獲得し、チェスオリンピアードで7回ロシア代表となり、そこでは、多数のチームメダル及びボードメダルを獲得した。彼は、 メロディー・アンバー・トーナメントとビール、ビエンヌ・でのトーナメントで複数回優勝した。モロゼビッチは攻撃的で非正当的なプレースタイルで知られている。彼の世界ランクは最高では世界2位であったことがある。彼の国際トーナメントでの最初の優勝は1994年の時のロンドンのロイズ・バンクトーナメントであり、10ポイント中9ポイントを獲得した。 1994年にはパンプローナトーナメントでも優勝した。1997年、モロゼビッチは世界ジュニアチェスチャンピオンシップのトップシードであったが、アメリカ人のタルシェイクトにビショップとナイトでのチェックメイトで敗れた。シェイクトはその後チャンピオンになった。同じ年にモロゼビッチはファイドの世界選手権に参加し、最初のラウンドで、 元世界チャンピオンのバシリー・スミスロフオに勝利したが、第2ラウンドでレンビット・オールに負けた。翌年、モロゼビッチはロシア選手権で優勝した。1999年には初めてサライボでスーパートーナメントに出場し、9ポイント中5.5ポイントで4位になった。2000年初頭には、モロゼビッチはベイク・アーン勢で開かれたコーラスチェストーナメントに参加し、 14人中5位で終えた。このイベントは、ウラジミール・クラムニク、ビスワナ・サン・アーナンド、ペーテル・レコを抑え、カルディカ・スパロフが優勝した。同年、彼は、ニューデリーで行われた、ファイド世界選手権に参加した。モロゼビッチの、ファイドレーティングにより、第2ラウンドからのシードとして参加し、第2ラウンドでは、ジルベルト・ミロスを2から0のスコアで破った。その後、第3ラウンドで、 エフゲニー・ウラディミーロフを1.5から0.5のスコアで破ったが最終的に第4ラウンドでウラディスラフ・トカチェフに敗れた。2001年のベイク・アンゼーのトーナメントではモロゼビッチは世界チャンピオンとなったウラジミール・クラムニクを黒番で倒した最初のプレイヤーになった。彼の順位はカスパロフ、アナンド、バシリー・イバンチュク、クラムニクの次であり。 アレクセイシロフと一緒にご遺体となった。2001年のファイド世界選手権では、ヌグザーゼリアボク、クリッシュナンサシキラン、ミハイル・グレビッチを破り、第4ラウンドで最終的な勝者であるルスランポノマリョフにタイブレイクで、敗れました。2005年9月、モロゼビッチはサンルイズで行われた、ファイド世界チェス選手権に参加し、ベゼリントパロフ、 アナンドとピョートルスビドレルの次の順位である4位となった。2006年12月、彼は強いプレイヤーが多く参加するパンプローナのトーナメントで7ポイント中6ポイントを取り優勝した。エロパフォーマンスは2951であった。彼は2007年のリナレストーナメントでアナンドに次いでマグヌス・カールセンと共に2位体になった。サンドイスでの結果により、 2007年の世界ジェス選手権への出場権を獲得した。そのトーナメントでは彼は14ポイント中6ポイントを取り8人中6位となった。彼は当時の世界チャンピオンのウラジミール・クラムーニクを破った唯一のプレイヤーであった。2007年12月最後の6ラウンドを勝利し、モロゼビッチはロシア選手権で2度目の優勝を飾った。2008年6月 モロゼビッチはサラエボでのボスナトーナメントで2位に1.5ポイント差をつけて優勝した。2ヶ月後、彼はたり記念大会に参加し、トーナメント前半でリードを奪ったものの、最終的には2位体となった。モロゼビッチはファイドの公式レーティングリストでは世界で4番目であったが、非公式にレーティングリストの世界トップに上がった。しかし、 大会の終わりまでに4番目に落ちた。2011年6月、彼は11ポイント中8ポイントで多眼グのロシア、選手権上位リーグで優勝し、決勝戦に出場できることになり、最終的に優勝したピョートルスビドレルに次ぐ2位となった。10月、モロゼビッチは、ロシアのサラトフで開かれたガバナーズカップで発展を、11のスコアを獲得し、 2位を1.5ポイント上回り、2917のパフォーマンスレーティングで優勝した。2012年2月に、モロゼビッチは15分プラス6秒、手のタイムコントロールの快速チェストーナメントである、ウラディーミル・ペトルフ記念大会で優勝した。2014年には、ポイコフスキーでの第15回、カルポフ国際トーナメントで優勝した。モロゼビッチは2015年、 マジストラルシュータットでバルセロナトーナメントに参加しアクセルバッハマンにタイブレークで上回り優勝した。モロゼビッチはチーム競技で大きな成功を収めた。チェスオリンピアードでロシアチームとして3回の金メダル、1回の銀メダルと銅メダルを獲得した。彼はまた2005年の世界チーム選手権で金メダルを獲得した。彼は最終ラウンド。 必ず勝たなければいけない状況で中国チームのプレイヤーを破った。彼はまたヨーロッパチームチェス選手権で2つの金メダルを獲得した。モロゼビッチはオーソドックスではないオープニングレパートリーを持つアグレッシブなプレイヤーとして知られている。彼は時折チゴリンディフェンスとアルビンカウンターギャンビットを指した。また複雑なポジションを好むことでも有名であり、ドローが比較的 少ないリスキーで目を見張るようなプレイスタイルのため、モロゼビッチはチェスファンにも人気がある。2007年、モロゼビッチは協調者のウラジミール・バルスキーと共にチゴリンディフェンスに関する本を出版した。モロゼビッチは世界で最高の目隠しチェスのプレイヤーの一人と考えられている。彼はアンバーメロディトーナメントの目隠しセクションでその地位を確固たるものとした。結果は 以下の通り、2002年11ポイント中9ポイントで1位。2003年11ポイント中7ポイントで2位体。2004年11ポイント中8ポイントで1位。2005年11ポイント中6ポイントで2位体。2006年の11ポイント中9ポイントで1位。2007年11ポイント中7ポイントで2位体。2008年 11ポイント1 6ポイントで1位タイ。2009年、11ポイント1 6.5ポイントで、アナンドと共に4位タイ。モロゼビッチは5も打つ。強さは2018年の段階で初段である。2016年7月、彼は4ゲームのチェス、5の混合マッチで、タイガー・ヒラープ・パーソンに勝利した。ありがとうございます。